アンデシュ・ファンネメルは、ノルウェー、ソグンオフィオーラネケン・ホーニンデル出身のスキージャンプ選手である。ファンネメルは当初バイアスロンに親しみ、2004年からスキージャンプに専念し始めた。2007年9月8日に、スウェーデンのファルンで行われた FIS カップで、国際大会にデビュー、30位となった。翌年10月12日、スイスアインジーデルンの FIS カップでは優勝した。2009年8月23日には、ノルウェーリレハンメルで、スキージャンプコンチネンタルカップ初優勝。同年12月5日同地で行われた、スキージャンプワールドカップに開催国枠で、初出場、10位という好成績を残した。2011年の、ノルディックスキージュニア世界選手権では、個人戦4位、団体戦3位。 2012年2月11日のワールドカップ団体戦では優勝。続いて行われた2012年スキーフライング世界選手権で自己最長の244.5メートルを記録した。2012年11月25日のリレハンメル大会でワールドカップ自己最高位となる2位。シーズン総合は26位となった。2014年ソチオリンピックではノーマル15位。 ラージヒル5位入賞、団体では4位となった。2014から2015シーズンは好調で、2014年12月13日に、ニに限るの試合で、ワールドカップ初勝利を挙げると2015年2月8日に、キティゼイ,イコールのイッシュタットで2勝目、2015年2月15日に、ビケルスンジャンプ競技場で行われた、フライングワールドカップでは251.5メートルの、 ジャンプを成功させ、前日にペテル・プレブツが記録した250.0メートルの世界最長記録を更新した。ただしこの試合トータルでは2本目に飛距離が伸びず2位だった。この年の世界選手権では団体戦金メダルのメンバーとなった。2016年スキーフライング世界選手権及び2017年ノルディックスキー世界選手権ではそれぞれ団体戦のメダリストとなった。 2019年7月、練習中に転倒し膝に受賞した。ファンネメルには3人の兄弟がおり、そのうち姉のエリーネとアンデシュの双子のアイナールは共に、バイアスロン選手、また2人のいとこロレンツとブレーでは共に、スキージャンプ選手である。ありがとうございます。